こんにちは、ヌーブの神戸です。お一人様食堂始まります。第10話です。作りたい料理がなんかいっぱいになってきて、カズくんから徹底解説の動画も編集上がってきたんですけど、今日もお一人様の撮影をやっちゃいます。緊急事態宣言中で今休業中なので、ルーティン化して生活にリズムを与えていくことをしないと、なかなか自分を正して生活するっていうのが難しいんですけど、動画撮影はそういう意味ではかなり役に立ってます。これも見てくれる方がいるおかげです。ありがとうございます。先日作った魚介のラザニアですが、ラザニアとして食べても美味しかったんですが、食べていてこれをパスタにしたらうまいだろうなってこう食べてる時に思ってました。そこで今日は魚介のラグーパスタ作っていきたいと思います。チャンネル登録がまだの方はこの下の赤いボタンをスマッシュしてくれるとめちゃくちゃ嬉しいです。それからいつも見てくれている方、今日もありがとうございます。グッドボタンはいつ押してもいいんですよ。いいですか？忘れないうちにポチッと押してください。よっしゃ、今日もサクッと作っていきましょう。はい、じゃあ料理していきます。テフロン加工のフライパンに火かけて、オリーブオイル入れてください。最初ね、テフロンでやるのはね、生エビとホタテ使うんで、これこの間のラグソースと同じ画像なんですけど、アルミでいきなりパスタ合わせるようでやっちゃうとくっつくんで、ちょっとこれでやった方がやりやすいと思います。弱火でやりたいのでちょっとくっつきやすいんでね。今回ある程度その量を作ってパスタ用に合わせていくみたいな感じですね。この間と同じ説明になりますけど、これソフリットを加えていきます。ソフリットの動画見てない方見てください。で、エビとホタテをソテーしたものをソフリットに合わせて、白ワインでちょっと煮詰めていきます。もう見たよこの辺とか言わないでね。初めて見る方はこれで どうぞ。これと全く同じソースでラザニア作るってやつやってるんで、またそれも URL 貼っとくんで見てください。で、白ワインのアルコール飛ばして煮詰めていったものにトマトソースですね。これを足していきます。これホールトマトを裏ごししたもののストレートです。味はついてません。で、トマトの酸味をここでちょっと煮詰めて飛ばしていきます。はい、こんな感じで。で、火を止めてズワイガニの缶詰を中の、煮汁ごと全部入れます。うん、こんな感じで。これでトマトソースの中に、エビカニホタテのうまみがギュッとこう溶け出した感じですね。で、塩でまずベースのトマトソースの味を決めていきます。はい、でそれをアルミの、フライパンに入れていただいて、生クリームでちょっと溶いていきます。今日はトマトクリームパスタで作りたいのでこのようにやってます。はい、これでちょっと綺麗なピンク色にしていくみたいな感じですね。で、今日生パスタでやるので茹で時間が非常に短いので、ソース先に合わせてパスタボイルするみたいな工程で進めていってます。で、これも味見て、生クリーム入れる分味が薄くなるので塩でちょっと味整えてあげてください。で、生クリームだけでちょっと重たいなっていう人は牛乳でもいいし、僕はこの後茹で汁を足していくような工程でやります。めちゃくちゃうまいですよ、この段階ですでに。はい、パスタ用の茹で汁は今日も 1% の塩分濃度で進めていきます。で、沸いたら今日タリアテッレ使います。これ生パスタです。で、茹で時間は1分でやってきます。2分茹でぐらいの麺ですね。で、1分茹でて固い状態で、パスタを揚げてソース吸わしていくみたいな作り方ですね。ここに投入ですね。乾麺の方もちょっと早めに揚げて吸わせていくみたいなやり方で大丈夫です。で、この辺でなんかソースが煮詰まっちゃったなとか濃度濃いなっていう人はこんな感じで茹で汁で
スープの濃度を調整してもらって大丈夫です。こんな感じですね。で、理想はそうだな、麺を全部食べ終わった時にソースも同時になくなるぐらいな量っていうのが、まあ、僕がいつも作る時に目指しているやり方ですね。今日もアイコノのエクストラバージンオリーブオイル使ってきます。で、これ最後にさっと和えるような感じですね。うん、この時にはもう魚介ともうプンプンですよ、香りが。で、こんな感じでこんもりとちょっと盛ってあげてっていう感じですね。なんかゴロゴロした、なんていうの、ペスカトーレ的な海鮮じゃないパスタもいいでしょ、これはこれでね、全部細かく刻んじゃって、もう何もかも魚介の出汁なんで、ソース自体も麺もそうですね。最後ブラックペッパーで、これ全部丸いんでちょっとピリッとさせた感じで完成になります。はい、じゃあ食べていきましょう。出来上がりました。食べていきたいと思います。最高だな、この見た目も綺麗なピンク色ですね。うん、もう海の幸爆発ですよ。やっべえな、これぜひやってみてください。このアイコのオリーブオイルですね、めちゃくちゃ合いますね。ちょっと仕上げどうかなと思ってかけなかったんですけど、ちょっともう一回かけてみましょうか。うんうん、めちゃくちゃ海鮮に合います。爽やかな香りがふわっとして全然嫌味ないし、なんか苦味とか異常に辛いとかもないんで、ちょっとこういうの料理にはこのオリーブオイルやっぱめちゃくちゃ合うと思います。で、全部出汁がね出てるね。タリアテッレの生パスタにもうすっごい吸ってて、生クリーム入れた分すごく絡むんで合いますね。うん、やっぱりパスタ最高だな。昨日糖質制限のなんかチーズのおやつとか乗せたけど美味しいっすね、やっぱり。うん、はい、魚介のラグーパスタ最高でした。もちろんトマトソースだけでもいいし、今回作ったものとは違ってトマトソースを加えずに生クリームだけで作ってもこれ美味しく作れます。このラグーソースは生クリームを加える前の状態なら冷凍もできるので、たくさん作って小分けしても大丈夫です。出汁がいっぱい出る貝類とかエビなんかを入れて、好きなお魚を加えて自由に作ってみてください。お肉編のラグーソースパスタは徹底解説版で近日公開予定になってます。こんな感じのやつね、こんな感じのやつ公開されたらそちらもぜひご覧ください。じゃあ第10話もご視聴ありがとうございました。またゆったり作るのでゆったり見てください。失礼します。グッドボタン押してね。